スタジアムはすでに大歓声に包まれています。ビラパークへようこそ。実況は西岡明彦、解説にはジュビロ磐田で一時代を築いた福西崇史さんをお迎えしています。これは見る価値のある試合になりそうですね。どちらのチームにも戦略はあるでしょうが、思い通りにいかないのがサッカーです。そこが面白くもあるんですけどね。まあとにかく試合の方を見ていきましょう。ここから狙うのか。ここはクロスのチャンス。ここでうまく対処します。中にいる味方に渡ります。おっと、ここはキーパーがセーブします。ボックス内へ入れてきた。ボールはバーの上、キーパーが弾き出しました。コーナーキックになりました。これはクリアが小さいか。まだ危険は去っていません。コーナーギリギリのところからスローインで再開です。コーナーキックの判定です。これはあるか。コーナーキックはキーパーが簡単に抑えました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ここはボールを奪取しました。コーナーキックになりました。ボールはエリアへ来た。先制ゴール。ここでパスカット。おっと、フリーです。ワンダラース、ボールを奪われました。パスは読まれていました。ここでシュート、キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。ボールはゴール前へ。このヘディング大きく外れました。フリーにさせてもらえません。何かしてきそうですが、ボールを狙ったタックル。さあカウンターで一気に行きたい。相手にリードを許していますが、ここは急がずにボールを回しています。素晴らしいゴールです。カウンターが決まりました。うまく引き込まれた感じでしょうか。カウンターへの警戒が少し薄かったかもしれません。ワンダラース敵陣へ攻め込んできました。おっと、どうした。ボールが出ました。パスをつないできましたが、ここで奪われました。さあ上げたい。リーサ、スペースに見事なスルーパス。大きなチャンスとはなりませんでした。アドバンテージを取りかけてここで止めます。ドリブルで侵入していきます。
チャンスにつながりそうでしたが、ここで相手のポゼッションに変わります。激しくぶつかっています。ボールがこぼれる。ボールを運びゴールに襲いかかります。このパスは読んでいました。ここはナイスタックル。タッチラインにクリアしました。伊藤、ここからどうするのか。得点の予感がしていたんですが、ここは相手が一枚上手でした。ここまではワンダラーズがボールの支配率で上回っていますね。ただ狙い通りのサッカーをできていないように見るのは心配ですね。もう少しペースを上げた方がいいんじゃないでしょうか。ファーサイドへクロスが通ります。これはちょっとキーパーに近すぎましたね。うまいパス。このセーブはキーパーのファインプレーです。ボールを失いました。何を狙うのか。これはチャンスだ。おっとキーパーが止めた。これはスーパーセーブでしょう。ここで攻撃を止めます。中断していた分の1分がアディショナルタイムに加えられます。カットしました。ここはどうするでしょうか。前半終了して1対1、両チーム1得点で折り返します。さあ後半キックオフです。パスは読まれていました。出しどころが見つからないか。カウンターアタックのチャンスです。裏を狙う。よく見えています。攻撃は今一つ。パスカット。ここから狙うのか。勝ち越しゴールなるか。チャンスでしたが決められませんでした。キーパーが落ち着いて対応しましたね。何かしてきそうですが、マイナスのボールが出ました。枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。コーナーのチャンスです。勝ち越しゴールを決められるでしょうか。ゴール前に入れた。ここはディフェンスがクリア。クロスが中に入った。
リーセ、内側に切り込みます。ディフェンスが冷静に対応。いいボールでしたが、ここはクリア。クロスで狙える位置です。これは勇気のいるタックルです。さあ来た、ゴール。これでまた試合をリードしました。試合再開です。ワンダラーズは現在ビハインドですね。ここでインターセプト、ファールです。主審はカードを出すのでしょうか。ホームチームのボール支配率が落ちています。まあポゼッションも大切ですが、一人の選手が1試合でボールを触る時間は平均1分ほどです。現在のスコアを見ても、勝つためにはオフ・ザ・ボールの動きが肝心だと分かりますね。チャンスにできるか。ナイスディフェンスです。見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。しながら同点に追いつくチャンスを伺っています。クロスは許しません。相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。ボールを入れました。ここはクリアされました。ここはカウンターアタックを狙うか。ゴール前で振り切った。タックルでボールを取り返す。いいボールが出ました。フリーの選手がいますが、ゴール、ゴール。フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。鮮やかな同点ゴールでした。叩き込まれた同点、崩してきた。これはまだありそうですが、ゴール。キーパーがこぼしたところがまずかったか。今度は止められませんでした。この失点シーンはキーパーの処理の仕方に問題があるんじゃないでしょうか。むしろ相手にチャンスを与えたような形になってしまいました。監督も怒っていると思いますよ。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうなさそうですね。かなり追い込まれていましたが、最高の時間に同点ゴールです。素晴らしい仕事をやりましたね。チームを救いました。これでゲームは振り出しに戻りました。非常に見応えのある試合となっています。この時間ですから、ここで1点リードできれば大きなアドバンテージとなります。さあカウンターを仕掛けるか。仕掛けてくるのか。ダイレクトボレー、これは入らない。決まると思いましたが、運がなかったですね。この位置でインターセプトします。ワンダラーズがアタッキングサードへ攻め込みます。崩しにかかるのか。タックルでボールを取り返しました。リーセ、ボールはファーポスト側の選手に。激しくポジション取りをしています。ゴール前に入れた。ここはディフェンスがクリア。プレッシャーをかけられます。素晴らしい読みでインターセプトしました。これでアディショナルタイムに2分が追加されました。
さあ相手陣内に入ってきました。ここはキーパーがよく抑えました。試合終了です。惜しくも引き分けに終わりました。互いに一歩も譲らない手に汗握る試合でした。引き分けでしたが、今日の試合会場、パルクデプランスの上には気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は私西岡明彦、解説には福西孝さんをお迎えしています。この試合の結果次第では降格圏も脱し残留を果たせるかもしれません。見逃せない試合になりそうですね。苦しいシーズンを送っているチームですが、この試合に勝利すれば降格圏を脱し、来シーズン降格の不安がなくなります。しっかり結果を出して残りの試合はサポーターが安心して応援できるようになるといいですね。ボールをクリアしました。ボールを運びゴールに襲いかかります。予感があったようにも思えたんですが、ディフェンスが収め相手ボールに変わります。ぶつかり合っています。このシュートはブロックされました。ディフェンダーがうまく読んでいました。ここで相手ボール、ファールの笛を吹かれました。イエローカードは出ず試合再開です。味方へのパスは少しタイミングが合いませんでした。スローインになります。パスをカットします。ひとまず前に出しました。ドリブルで果敢に攻め込みます。相手が触ったのでスローインですね。ここはスローインが相手に渡りました。ここでフィニッシュか。このヘディングはゴールの枠を捉えられません。隅を狙ったんでしょうか。ポストの外にそれちゃいましたね。サポートを使えそうです。ボールはピッチの外へ。コーナーキックです。さあボールを蹴った。このボールはクリアされました。何を狙うのか。ここはクロスのチャンス。一旦クリアして危機を出しました。
おっとインターセプト。ゴール前に入ってきました。コール。ここは行かせない。タックルで止めます。中央にクロスが上がった。決まった。ゴール。このまま行けば残留決定です。やりましたね。しかしまだ安心はできません。最後まで集中することが大切です。ドリブルでボールを運びます。マイナスのクロスだ。いいパスが通った。これはナイスカット。うまく読んでいました。ボールをクリアしました。コール。ゴールキックになりました。これはもったいない。おっとボールを失いました。コール。味方を使うでしょうか。相手がボールを奪い攻撃を止めました。ここからどうするのか。ボールへの寄せが非常に速い。ゴールチャンス。ゴール。ここで相手に得点を許してしまいました。こうなると降格の危機が迫ってきます。まだ先があるとはいえ、このディビジョンに残るつもりならやられっぱなしってわけにはいかないですよね。ここからの逆襲を期待しています。ロング。タックルで阻止します。相手のチャンスを潰しました。寄せられています。スルッと上がってパスをカットしました。ホームチームのボール支配率が高くなっています。気のせいかもしれませんが、攻めあぐねているように見えるんですよね。何か変化が欲しいです。ディフェンスが甘かったですね。さあリードできるか。キーパー驚異的な反応でゴールを許しません。あの至近距離からのシュートによく反応しましたよね。キーパーはよく集中できているようです。ボールはゴール前へ。このヘディングはクロスバーの上。惜しかったですね。もう少し落としておけばというヘディングでした。いいロブパスです。このロブパスはよくスペースが見えていました。ピンチは続きます。ボールはキーパーが触った。よく止めましたね。今のは難しいセーブですよ。コーナーキックです。リードを奪い、このクロスはキーパーが弾き返す。いいボールでしたがここはクリア。スコアは1対1。ここでハーフタイムを迎えます。試合は互角のまま45分が終了しました。残り45分どうなるでしょうか。福西さん、
後半の45分が始まります。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。クリアして危機を出しました。いいカットです。ボールを奪いました。タックルで流れを切りました。スローインです。何を狙うのか。危ない位置でしたがタックルでチームを救います。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。マイナスのクロスだ。ルーズボールになった。カウンターのチャンスが巡ってきた。いい位置です。パスを回してチャンスを伺います。ボールを前に入れられるか。このコーナーから勝ち越し点に結びつけてサポーターの声援に応えたいですね。さあボールを蹴った。相手にタックルしてポゼッションも取り返しました。シュートブロックに合います。ドリブルで前に運んでいます。これもナイスブロック。前に出しました。ここでボールを取り返します。いいところに出します。仕掛けてくるのか。いいボールを入れてきましたがここはクリア。これはよく追いつきました。ライン際でボールをキープしました。ボールの激しい奪い合いです。ボールを運びゴールに襲いかかります。少し早計でした。攻撃は阻止され相手にボールを奪われています。このパスは簡単にカットされました。ここからどうするのか。このパスはダメでした。通りません。キーパーが立ちはだかります。ボールをキャッチしました。高いパスで裏を狙います。通ればチャンスだ。まだ安心はできません。ここは形になりません。ゴールキックです。さっきのチャンスはセーブした相手キーパーを褒めた方がいいでしょうね。しかし積極的に攻めていますから勝ち越し点を上げるのも時間の問題かもしれません。どこまでドリブルするのでしょうか。狙える位置です。主審が流します。決まればリードです。これはよく止めましたね。キーパーのファインセーブです。コーナーからエリア内へ。もう一度コーナーキック。ボールを入れた。勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。ここはカウンターが狙えます。カウンターも狙えます。ボールを失います。フォール。ここは味方を使います。
もう少し行けたような気がした攻撃でしたね。危険な位置でプレスを受ける。前に押し出します。試合は終盤を迎えています。このまま試合終了となればチームは降格圏にとどまったまま次節を戦うことになるでしょう。ここで決めてしまえば楽になれるので、なんとか勝ち越し点を上げたいですよね。もちろんリスクもあるとはいえ、残り時間でまだ何か仕掛けてくるような気がします。ここでボールを取り返しました。徐々に残り時間が減ってきています。このまま同点で終わるかもしれませんが、サポーターは諦めていませんね。これはホームチームの力になりそうです。勝ち越しゴールを奪えるかどうかは分かりませんが、取りに行く姿勢は見せてほしいですね。さあ相手陣内に入ってきました。試合終了まであとわずか。果たして勝ち越しゴールを上げられるのか。あと旗が上がりました。これはオフサイド、厳しい判定です。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。お手本のようなタックル、ボールをダッシュしました。入れば1点リード。危ない場面でしたが間一髪シュートを阻止しました。これで1分アディショナルタイムが追加されます。サイドのスペースを上がっていきます。フィニッシュ。あっと失点してしまいました。これでここで試合終了のホイッスル。アウェーチーム奮闘むなしく敗北となりました。僅差だっただけに悔やまれる結果になりましたね。1点が明暗を分ける形となりましたが、こういう試合をどう拾っていくかが今後の課題になると思います。スタジアムはすでに大歓声に包まれています。ビラパークへようこそ。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。運命の一戦です。果たしてここで無事残留を決められるでしょうか。すごい試合になるでしょうね。苦しいシーズンを送っているチームですが、この試合に勝利すれば降格圏を脱し、来シーズン降格の不安がなくなります。しっかりどうだ。ゴール前では選手たちがポジションを取り合っています。キーパーが止めましたがボールは生きています。
中央へクロスが渡る。狙いは良かったんですがキーパーに阻まれました。ボールを回して味方の上がりを待ちます。得点の予感がしていたんですがここは相手が一枚上手でした。セインツがアタッキングサードに攻め込んでいきます。高い位置でインターセプトします。さあ上げたい。ディフェンスがクロスをブロック。クロスボールがボックス内へ。マイナスのクロスで折り返す。これは見事なパスカットです。高い位置で取り返しました。これはチャンスか。チャンスと思いきやオフサイド。これは惜しい。前でインターセプトした。大きくクリアして危機を出しました。スルーパスが味方に通る。強烈なシュートでしたがこれは精度を欠きました。あそこでシュートの判断はありだと思いますがせめて枠に飛ばしてほしかったですね。素晴らしいタックルです。これはチャンスです。高い位置でインターセプトしました。シュートはブロックされます。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。いい位置です。1点リードにできるか。ほとんどチャンスを生かせません。ゴールキックに変わりました。ミュラー、セインツがサイドを使います。アーリークロスを入れました。これはチャンス。ここで取り返す。高いパスで裏を狙います。チャンスになるか。素晴らしいタックル。ピンチの芽を摘み取りました。オフサイドになります。味方がサポートに来ます。落ち着いています。ゴールキックで再開になります。一旦クリアしましたね。コーナーキックになりました。決まれば試合をリードできます。ようやくチャンスが巡ってきましたね。得点の予感にサポーターも盛り上がっています。このコーナーを勝ち越し点に結びつけたいですね。相手に当たりスローインです。取り返しました。リードするチャンスです。ここはキーパーががっちりとキャッチしました。ここはオフサイドフラッグが上がっています。受け手と出し手の意思疎通ができていませんね。もう少しパスを出すのを待つべきでした。ここはファール。危険な位置でのフリーキックです。フリーキックは壁に当たった。惜しかった。
そしてよく反応した。コーナーキックで再開されます。ゴールの枠に行きません。ディフェンスからのプレッシャーでボールを捉えきれなかったようです。ここまではセインツがボールのシェア率で上回っていますね。なんていうかあまり効果的に攻められていないのが問題ですね。何か変化をつけた方がいいんじゃないでしょうか。ボールを失った。キーパーがうまく飛び出した。ここはクリアでしのぎます。コーナーキックを蹴った。ここはディフェンスがクリア。ボールを運びゴールに襲いかかります。いいパスだ。ボールを運んでいます。中央にクロスが入る。フリーの選手へ。入った。これはチームにとって待望のゴールでしょう。はい、このままいけば降格を免れます。しかし試合は終わっていないので安心するにはまだ早いですね。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。福西さん、前半はいかがでしたでしょうか。意図は見えていましたがどちらもおとなしすぎですね。後半戦の開始です。タックルを受けています。力強いタックルです。リーセ、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。あとは打つだけ。危ない場面もしのぎました。クリアで逃れています。ここはボールを奪取しました。カウンターのチャンス、仕留められるか。高いパスが味方に出る。これでキーパーのボールですね。ボックス内へ入れてきた。マークをかわせるか。ディフェンスの選手がシュートブロック。あわやという場面でしたがこれでひとまず安心です。パスをカットします。クロスバーに入りました。あっと危ないところでしたがブロックしました。決まった。ゴール。やりましたね。この得点でチームの残留はほぼ確実になったんじゃないでしょうか。とにかく最後まで油断せずに逃げ切りたいですね。ミュラー、
セインツがアタッキングサードに攻め込んでいきます。打った、ここはキーパーがセーブしました。抜いてきたぞ、シュートチャンスです。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。いいところを見ていました。点差は1点、これは分からなくなってきたのではないでしょうか。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。そしてこのシュートです。ディフェンダーに囲まれながらも決めてきました。簡単には潰されない強さはさすがですね。旗が上がりました。オフサイドです。セインツボールを奪われました。狙えそうだ。このシュートはキーパーに防がれました。チャンスをものにできませんでしたね。あの距離のシュートを決められないと苦しくなります。ここでボールを取り返しました。ディフェンスを抜いた。このセーブはキーパーのファインプレーです。ボールはゴール前へ。ディフェンダーがクリアしました。ああ、これはいいボールです。中で選手が待っています。しかしここはキーパーがしっかりキャッチ。これはいいタックルです。ボールをダッシュしました。これは決めたい。ディフェンスの選手が止めた。これは出し手とのタイミングが合いませんでした。ミュラー、ルーズボールになっています。これはいけそうだ。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。ボールは中の選手へ。ボレー。ボールを抑え込みます。クリアして危機を脱しました。もう一度コーナーキックですか。コーナーキックが入ります。パンチ、ビッグチャンスです。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。このボールはクリアされました。前でインターセプトした。シュートの当たりが悪かった気がします。伊藤、ここでフィニッシュか。入った、ゴール。終盤になってもチームの勢いが止まりません。これで3点のリード。リプレイを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。ペナルティーエリアで選手が倒されましたが、審判の笛は鳴りませんでした。サポーターは判定に納得していないようですね。中の選手を狙ってきた。
1回は流しましたが止めました。試合終了です。この勝